アイト、ユウキと魔法の乙女、純情のアフィリアです。はい、今日はライブの楽しみ方コーナー、パフパフ。はい、純情のアフィリア、およそ500曲は持ってるけど、持ってるね。たくさん楽曲あるんですね。でライブに行って、あ、この曲めっちゃいいけど乗り方がわからないっていう方ももちろんいると思うので、今から私たちが、純情のアフィリアで盛り上がる楽曲セレクトして、皆さんに楽しみ方をお届けしたいと思います。イエーイ。それでは行ってみよう。やってみよう。はい、まずはニーハイエゴシトから行ってみましょう。はい、この曲はですね、作詞が私たちのプロデューサーのシプラチオマルさん、そして作曲がツンクさんというね、アフィリアの中でもとても強い楽曲になっております。フェスとかでも絶対鉄板なので、ぜひ皆さん覚えてください。まずはサビの前に Love is over それまでってみんなが集まるところがあるんですけど、そこで推しメンの名前を呼んでください。 Love is over それまで、推しメンに捧げる8の字です。ここ推しメンのとこ名前言ってください。はい、香りだったら香りに捧げる8の字って言ってください。でその後にこの8をね、皆さんから見たらこうですね、右からクラップいきます。ダダダスエクスペンシブの曲おかげでいつまで続く。ダダダダダ、やってみたらね、わかるわかるか、音でね、合わせて。それではミュージックスタート。これでサビは完璧に一緒に盛り上がれますね。はい、よろしくお願いします。そして、やっぱニーハイエゴイストといえばエゴイストコールがあるんですね。2サビが終わった後に、エゴイストコールというのを私がみんなで叫んでねって、煽ります。そしたら EGOIST エゴイストって叫んでほしいです。私が言ってから皆さんも叫ぶ感じでお願いします。じゃあもう早速、はい、はい、やります。音でやりますか。やりましょう。でございます。ぜひ大きな声でエゴイストコール叫んでください。そして最後、このエゴイストコールが終わってメンバーが一列に並んでとてもセクシーなダンスが始まるんですけど、チャンチャンチャンチャラチャラのところですね。タイミングチャン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 、香り好きみたいな感じになります。はい、じゃあ早速香りバージョンでやってみますか。お願いします。OK です。みんなだったらできるはず。はい、大丈夫だと思います。はい、これでニーハイエゴイスト皆さん完璧に一緒に盛り上がれます。よろしくお願いします。はい、次紹介する曲はヴィーナスと青木七つの海。これはね、アフィリアのねツアーのタイトルになったぐらい、こうすっごい世界観がね、こうアフィリアの世界観がやばい。この青木っていうのを略称をするね、ヴィーナスと青木七つの海っていうんですけど、実はこれね、2番割の感想の中に私たちがこう、何これ手旗信号、手旗信号、手旗信号、手旗信号っていうのやってるんですけど、そこで実はこれ適当にやってるんじゃなくて意味があるんですよね。みー、うん、あ、間違えた、なで、い、こ、う、ということでみんなで行こうって叫んでるので、そこで、うん、手形信号をやってるのを合わせながらみんなで行こうと言ってほしいです。これはね、難しいからみんなで行こうって一緒に言ってほしいです。言ってくれればいいよね。うん、
で、みんなで行こうを2回やった後に私が行くぞと言ったら一緒にセイ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 を8回一緒に言ってほしいです。では早速やってみましょう。はい、これいつも何言ってるか分かんないって言ってる方が多かったので、これでね、みんなで、ね、やっとこれもね覚えて、ぜひみんなでいけるね、みんなでみんなで言ってください、お願いします。ヴィーナスと青木七つの海の紹介でした。さよなら。さよなら。続いてはみんな大好き魔法のチョコレート伝説です。はい、この曲もねキラーソングと言って過言ではない楽曲なんではないでしょうか。みんなでね一つになれる振りもありますので、今から紹介していきたいと思います。まずは、B メロですね。あ一年はあっという間のところなんですけど、メンバー一列になってこうやって列車を作ってます。これをよかったらねフロアにいる皆さんで、すごいもう超無限列車を作っていただけたらなと思います。で、こう一年はあっという間、一日は長いね、疲れて毛布もかけないままクラップって多分どなたかが言ってくれるので、そしたら皆さん一緒にクラップしてください。じゃあ早速、それではミュージックスタート。そして魔法チョコ、あ、魔法のチョコレート伝説、略して魔法チョコなんですけども、一番の、一体感を生み出せるパート、落ちサビ前ですね、こうやってみんながチャン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 ってやってるんですけど、私がせーのって言います。そしたらチョコレートチョコレートチョコレートは目一って叫んでください。あのこの時ばかりは皆さん明治派になっていただけたらなと思います。前回忘れずに皆さん一緒にコールしてください。よろしくお願いします。お願いします。以上以上、続いての曲はロストインザスカイということですね。ロストインザスカイ、はい、やりたいと思います。結構ね、ライブでね盛り上がる楽曲なんですけど、なんとサビの振りがすごい簡単で一緒に真似できるということで、一緒にちょっと教えちゃいますね。サビの振り付けはこの手、親指を出して人差し指を出して中指を出す、これがロストインザスカイのポーズ。巡り合うスタスタ約束の、これをやります。3回ね、3回ね、最後きちんと曲げて終わるんですね。言われてるんで、これをサビで一緒にやります。じゃあまあこれ言っても分かんないと思うので一回踊ってみたいと思います。ミュージックお願いします。
まで真似ができるとかあると思うので、もしよかったら覚えてください、はい、そしてですね、なんとドストインザスカイの醍醐味2番終わりにですね、私が大きい声で世界の果てまで運命の愛を届けるんだって言ってるんですけど、実はこれ一緒に先輩もね言っていただきたいんですよ。前は一緒にやったんですけど、ちょっとねなくなってしまったので、じゃあちょっと一回実践してみたいと思いますね。お願いします。ユナがこもってる。ですけど、いつの間にかなくなってしまったので、もしよかったら皆さん一緒にやってくださいということで、私たちはロストインザスカイのレクチャーでした。ありがとうございます。はい、続いては初めてのシーズンのレクチャーを行いたいと思います。初めてのシーズンはテレビアニメ初めてのギャルのオープニングテーマでもあり、夏フェスでもね大盛り上がりする楽曲でございますので、ぜひぜひ一緒に覚えて盛り上がっていきましょう。イエーイ。じゃあまずは、はい、サビでね、大移動があるんです。これをねみんなと一緒にやりたいです。はい、まずはどっちに行くの？まずはこっち、みんなから見て左に進んでいきます。でその時にこう私たちがこうやって移動していくので、皆さんもこうやって移動してもらいたいんですけど、皆さんから見てこっちでやった方が多分私たちと一緒になるから、右手ね、そう右手でやるといいかもです。こっちまで行ったら今度はこっちに戻ります。でその時には手を入れ替えてこうやって戻ってください。右手でやって左手で帰ってくる。はい、じゃあやってみよう。感想に入ったら、かわいいかわいいコールがございます。わお、あのメンバーたちがチャチャチャーンチャチャチャーンっていう振りをするところがあるんですけど、そこの部分でかわいいかわいいコールをしていただきたいんです。お願いします。はい、そのコールのやり方はですね、超かわいい超かわいい、セラちゃんかわいい超かわいい、超かわいい超かわいい、全員かわいい超かわいいです。それではやってみよう。よ、はい、ということで皆さんも可愛いコールいっぱい叫んでください。バイバイ。お願いします。以上です。バイバイ。次はスキュア無敵のコール講座。はい、スキュア無敵ライブでめちゃくちゃ盛り上がって、たくさんね声を出すところがあるので、いっぱい声出してライブでも盛り上がってほしいです。まずは前奏と間奏と後奏でクラップ、こう手を叩くところがあります。私がクラップ行くよって言うんで、そこでこういっぱいトントントン、クラップしてください。じゃあやってみましょう。クラップ、続いて、B メロで、はい、みんなで一緒に Say Ha Say Ha っていうところがあって、これを一緒に振りもやりつつ、一緒に Say Ha と叫んでほしいです。まず最初が Say Ha Say Ha Say Ha Say、 もっと落ちたら次こうなります。 Ha Say Ha Say Ha Say Ha です。それではこれも音で一緒にやってみましょう。
くよ。のサビなんですけど、メンバー全員でこう移動しているところがあるんですけど、ファンの人もよかったら一緒にこうフロアをね、こう右の方に行ったり戻ってきたりと一緒に移動して盛り上げてくれたら嬉しいです、それではやってみよう。なんとこの曲ガチ恋工場ができるんです。はい、構想のところで私も一緒に、言いたいことがって聞くので、その後、まあ、のネットとかで検索してガチ恋工場を一緒に言ってくれたら嬉しいです。言えますか？言えます。お、じゃあエミちゃんでいいですか？あ、普通バージョン、普通バージョンの言いたいことがあるね。え、だから普通バージョンじゃないやつもあんの？いや、あるんですよ。じゃあちょっとやらせていただきますわ。それではやってみよう。これちょっと覚えられないよって人は、あの一緒にクラップのところだけこうメンバーと真似してやってくれたら嬉しいです。スキャム的よろしくお願いします。究極アンバランス、はい、この曲はですね、テレビアニメ歌いのは嫌なので防御力に曲振りしたいと思いますのオープニングテーマで、すごいいい曲です。はい、この曲はですね、サビで一緒にぜひ踊ってもらいたいなと思ってるので、振り付けを教えたいと思います。手がこの手です。親指、人差し指、中指で2本、あ、間違えた、3本はい、これを作ってもらって、タララランタチャチャンチャチャチャン、タタランタチャ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 ってこうくるっとやって出す、くるっとやって出すを一緒にやってほしいです。こうやって一緒に3回くるってやってピューって出してください。はい、 はい、あと究極アンバランスなんですけど、落ち去り前に私がみんなでクラップっていうところで一緒にカタンカン、うん、カタンカンとクラップしてほしいところがあります。じゃあ音楽に合わせてやってみましょう。パターンパターンになってるので、そこにちょっとね、あの注意しながら一緒にクラップしてくれると嬉しいです。皆さん、私たちこれね、やり方伝わりましたか？伝わったかな？イエーイ。これを見た
次のライブではもう大盛り上がりするんでしょうね。ぜひぜひ皆さん、繰り返し見て、でももちろんこれが正しいというわけではないので、皆さんね、でも楽しみ方がどうしても未だつかめてないっていう方や、初めてライブに参加される方はぜひこの動画を参考にしてみてください。もちろん他の楽しみ方でも全然大丈夫なので、一緒にチェンジャーのアフィリアのライブ楽しんでいきましょう。今日はありがとうございました。この動画がいいなと思った方、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。コメントでここはこうじゃないっていうのもよかったら書いてください。参考にさせていただきます。お願いします。じゃあねー。